にちは、ぬくぬく鍵編み手芸部です。今日は布デコテープを使って100均のポーチをデコっていこうと思います。布デコテープはテープを好きな形にカットしてアイロンで20秒から25秒でくっつけるというものです。アイロンはドライ中温なので、デコするものはアイロンに耐えうるものにしてください。天然素材の綿とか麻とかだったら大丈夫だと思います。こちらはホームページをね見てみると、いろんな感じでね、すごく可愛くおしゃれにデコってあります。ラブレターって書いてあるので、ここにハート型をねちょこちょこっと散らしていこうかなと。剥離テープとこの布テープに分かれていて、なのでね、この剥離テープがあるのでかけるんですよね。でこれに沿って切るっていうのがいいと思います。わー、なんかすごい綺麗に切る自信ないな。このカーブのとこが難しいよね。今回使用しているテープは水色しましまと藤色水玉と、これがメロンソーダっていう色になります。メロンソーダはアクセントカラーとしてね使えそうなので、これ割と人気で減ってました。ファブリックラベルというのもあって、こちらは猫ちゃんの形にカットされている、あ、猫ちゃんどこ行った、あ、これこれこれで、これは名前を書く専用のラベルみたいです。これも可愛いよ。アイロンをかけるときはこの剥離シートを剥がして、でここにね、糊がねうっすらついてるので、こうやって固定させることができます。じゃあ仮止めしていきます。剥離シートを剥がして、剥離シートを剥がすのよいしょ、めっちゃ手間取ってる、あれどうやって剥がすんだ、うまく剥がれない。ちょっと一番のこれが難関かもしれない。よし、これで完成ではないです。これ結構しっかりつくんですけど、ここからアイロンをかけていきます。じゃあ当て布をして、中温で、20秒から25秒って書いてたかな。じゃあ結構長めですね。あー、めっちゃ可愛いわ。よし、これで冷ましたら完成です。あー、めっちゃ可愛い。器用な人だったらね、もっといろんな形に切れて、デコる幅が広がるんじゃないかなと思います。お好みでフリンジなどを作って作るのもいいかなと思います。フリンジは100均にも最近はね売ってるので、それを金具でつけるだけでも雰囲気がすごく変わると思います。タッセルの作り方はこちらの動画をご覧ください。結びつけてつけていますが、本当は金具でつけた方がかっこよくつくと思います。普段は編み物を楽しんでいます。過去に200本以上動画をアップしているのと、あと枯れ編みチャンネルというメンズ専門の編み物動画のチャンネルもやってるので見てみてください。では次の動画でお会いしましょう。